皆さんこんにちは、ワディガチャンネル、タイガーです。今日は続きからやっていきたいと思います。どれだっけ、ここよし。前回どこまでやりましたっけね。前回どこだっけ。前回なんか子供が出てきたところで終わったかな。あとあいつね、豊臣秀吉出た。3つ目、お前はダメだ。爪はダメなんだ、本当に。ちょっと狙ってみる。ダメです。ああ、懐かしいな。サマノスケ、この子に用があったんじゃないの？小僧。いやだ、お前もさっきの侍みたいに。なんかこの辺からくりみたいなのがあった気がするんだけどな。小僧、名前は？いや、あるね。夢丸か。さっきは何夢丸も結局何なのかよく分かんなかった気がするな。夢丸を頼む。最終的に夢丸助けると思うんだけど、なぜ夢丸を助ける？雪姫だけじゃないっていうね。いますね、ザコザ。ね、パート1の動画をちょっと見返して、なんか忘れてんなと思ってたの。いや、プレイしてるときに、ホタル石ってやつを取り忘れてたね、完全に。ちょっと間違ったわ。ホタル石ってやつがね、あるんですよ。え？あ、こうか。あ、こうか。オッケーオッケーオッケー。ホタル石を取ったからなんかゲームプレイに影響があるとかいうわけではないんだけど、これこれこれ。こうね、なんもないんだけど、ま、ここの場所で丸を押すとホタル石があるっていうね、やつなんだけど、なんか忘れてんなと思ったらこれでしたわ。おら、くそが。処理します。あれあれ、手長いんじゃん、手長。違う。お、決まった。一戦決まったね。はい。こう収録前に練習してる。私。じゃ下手なプレイはね、こうなんか疲れちゃうでしょ、見てて。ほら、これよ。あれ、弓？あ、L2 が弓なんだ。あ、ちょっと足りなかったわ。9つ溜まってる。
これね、弓で助けるんですよ。どういうんだっけ、来た。え、あ、来た。これどっかだっけ。来た。お、アンチ入ってんじゃん、あいつ。おい、あ、ちょ、え、あ、死んじゃった。あダメ、あいつアンチ入ってる。ダメだ、あいつずるいな。あれ弓で倒して、兵士助けるとあれなんだよ、アイテムもらえるんだよ。結構いいアイテム。じゃあやばい。弾き一閃だと結構巻き込み一閃っていうのかな、こういう感じで横にこう振るんで。やばい、後ろにもいる。これ横に振るとね、こう巻き込むんですよ。で、鬼武者1は連鎖一戦がないからね、普通の一戦だとその敵の1体しかね倒せないんだけど、巻き込み一戦で複数敵倒すっていうね。ここにもあるんですよ、ホタル石。これね、前回ね多分3つか4つぐらい取り逃してんだよね。だからもういいです、集めないです特には。あったあったあった、強化。これマックスだよね。レベル3にしないとね、進まないんですよ。道が開かない。オッケー。サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。うん、雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、あ、雪姫とちょっと関係あんのか。慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。あ、そうだっけ。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。藤吉郎だ、さっきトヨトミとか言ってたわ、うん、俺。まあトヨトミ秀吉なんですけど。サマノスケ、やりますか。一緒に出る方法を探しましょう。かっこいい。これ、ね、交互にやるんですよ、交互に。これはね、こっちかな。失敗した。こっちでした。この楓の引っ張り方かわいいっていう。そんな重い。これね、確か手前なのよ。確か手前なのよ。違った。もう。本来ここレバー引いて、サマノスケも一緒に出ていくんだけど、これ楓だけでいけちゃうっていう。これ火つけるっていう。それだけです。これね、将棋知らない人はね死ぬと思う。あの王に行けばいいんだよ。王に行けばいいんだよ。これね。角だと斜めが開くから、これ様の好き知らないでしょ。いいんだよね。オッケー。あ、やばいこれ。え、どうしよう。
あ、大丈夫か。こっち行けばいいんだ。これどっちかが落ちたら死ねます。はいはい、多分よくわかんないと思うのよ。つまりこ、これなんて言うんだっけ、デューじゃなくて、飛ぶやつをやると、デューから十字に開くから、これ押したらサマノスケ死ぬよね。そういうことです。あちょ、操作ミス出たわ。押した、戻ってきました。まだあった、ここか。俺の実況というかプレイがなんか一回死ぬのがお決まりみたいになってきてる。そういうつもりはないんだけど。配置がね、配置が悪いわ、これ、かなり。うん？これ配置悪いな。え？どうやっても王が落ちちゃうな、これな。一回こうして、こうか。あ、ダメだな。え、これどうやっても、あー、やばい、嫌な予感する。どうやっても王が落ちちゃう配置だわ、これ。え、ちょっと待って。え、王落ちちゃうでしょ、これ。で、あーそういうことだ。あ、でもまあいいや。あ、違うな。あ、まあいいか。これ大丈夫。あ、オッケー。クリア。これでクリアです。ここなのよ。ここがね。ここな。ちょっと苦手なんだよな。サマノスケが閉じ込められて、閉じ込められたみたいな。あれなんですよ、水攻め食らうんですよ。で、楓がパズルで水を止めるっていうやつなんだよな、これな。きつ。この左と右の紋章をこの真ん中にある花柄のところに合わせるっていうゲームです。ちょ、覚えてないな、さすがに。やり直したい。あ、どうんだっけ。あ、よしよしよし。まず、うん、上からなんだよ。上から下になんだよ、確か。こうでしょ。で、こうで。こうで、こうで、ここでこっちやっちゃうのかな。うん、違うな。こうか。
あーいい、来てる来てる、いい、かなり来てる。あー来たな、クリアですわ。よし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 、焦った。よかったよかった。これ毎回ねやり方忘れちゃうんですよ。これだ、よし。ここが開いたことによって、さっきちょっと一瞬見えてた宝箱がね取れるんですよ。ここまで来ればもう大丈夫そうね。私は手がかりを探しに行くわ。うん、取り行こう。こっちね、戻るんですよ、からくり部屋に。ここね、ここにこれさっきね柵で囲まれてたんだけど、防具です、装備しちゃおう。あったあった、これです、防御力アップ。今回石縛りしてるからあれだね、必須アイテムだね。そうだよね、防御、なんか防御力アップじゃねえ気がすんな、忘れちゃった、なんか違う気がする、すごく違う気がする。紋章が必要なんですよ、持ってないんで。どこだっけ、あっちゃ、まあ、いっか。力士、はいはいはい、この部屋はさっきあの赤い剣で扉開けられなかった部屋ですね。これ、さっきのはしごもう一回、ここね、ここ、ここね、ここ。助ける。助けるといい。あ、助けたぜ。いや、ありがたい。ここです、ここ。さっき開けられなかったここね。で、これか。OK。左、破片。よし。助けて。お、夢丸が。夢丸。おっと、これはこれは。様之助殿。出ました。出ましたかな。信長公に仕える剣。どけ。おっと。あの小僧を救おうだなんて、もうね、藤吉郎も信長の気配で、あ、家来で、信長が現場の力を借りて天下を取ろうとしてるのは、こいつも現場ご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いですぞ。わけなんでは現場の、それで罪もない大勢の人間を、あれ、現場の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この現場だってわかるし、農民は侍に従い、人間は現場に従うしかない。てめえ、てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに基地を満たし、信長公が一気に飲み干せば、斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゃっと。これね、もうお会いしましょう、様之助殿。羽生やして飛んでるんですよこれ、実は。その描写は2であります。ここか、あ、これだわ。なんかあるって思うとやっぱ取っちゃうな、蛍石は。あ、
ボスを思い出しましたよ。この辺あいつだわ、あいつ屋上で戦うあいつだわ。夢丸の声が、くそ、ちょっと待って、ダメージ減らさない。夢丸はここにいます。風の武器まだ持ってないんでね、開けれないっす。旋風丸のかな、確か。ボスですね。これよし備えますか。よし行きます。ボスには一戦できないからな。名前忘れたわ。こいつはね、2、3回戦う。2回か。どんどん使うから。ガーフ。うわぁ。ほら。盾をね、壊したいんですよ。あ、じゃあだ。やべえ。やべえ、だってこれガードされてんですよね。強えんだろ、あいつ。左から当てると縦回避なんだけど、うえっ、うっ、あれこれ縦壊れなかったかな。縦攻撃し続けるのもありなんですよ、確か。ほらでかい。ガード早っ。うわっ、ちょ待って。よしよしよし、あぶねえ。あー、壊れた、縦壊れました。チャンス、もう勝ちですよ。これね、わかるかな、モーションが変わってるんだよな。圧倒的に勝ちました。ありがとうございます。ふぅ、強かった、結構強かった。これ武器です。旋風丸ゲッツ。ここも強いんだけどね。一戦のモーションがね、強いんですよ。でもあんまり使わないかな。保存しとこう、保存しとこう。この宝箱はね、わざわざ取りに来るほどのものでもない。確か。お姉ちゃん、お姉ちゃんは
もう大丈夫だ、夢丸。何も心配することはないぞ。お姉ちゃんを、お姉ちゃんを。心配するな。雪姫は必ず助け出す。楓でいいわ。雪姫がどうしてこの子を可愛がっていたかわかるか。戦国大名の姫として生まれ、政略結婚の道具として育てられた雪姫には自由なんて一つもなかった。だから弱いものを見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。楓に羽生やしておけばよかったな。今の世は強いものだけがのさばりやがって。様之助。そうだ、ゆまる、お前に世界を見せてやろう。世界？うん。4年前、俺は叔父の光秀に勧められ、日本を飛び出した。海の向こうで俺は、肌の色も言葉も違う多くの人間と出会い、日本では到底経験できない体験をした。謎のムービーシーン。夢丸、世界にはお前の知らないことがいっぱいあるぞ。自由がある、希望がある。それをたくさん見てみんなに教えてやるんだ。この言葉は夢丸の人生を動かすことになるっていうエンディングでわかります。助けて。誰だお前は。ご正室、初姫様の腰元でヌイと申します。雪姫様が地下に。しっかりしろ。楓、残された時間はあとわずかだ。俺は雪姫を助けに行く。この腰元と夢丸は頼んだぞ。分かったわ。彼女は敵です。ひどいリンチだ。ちょっと待ってくれ。死にたくねえな。助けてぜ。弓兵が。あいつ一発なんかくれ。サンキュー。まあ今回この辺で終わりますかね。また次回お会いしましょう。さよなら。